連覇、そして自身の5度目の V ということになる。また記録にその名を刻すことにもなるわけだ。テントポールがそれを後押ししています。満員で迎えました最終公式戦、世界最高タッグ決定リーグ戦2023。プロレスの伝統、後楽園ホール最高潮。最高男はそれをエネルギーと変えている。さあ見てくれ俺たちの戦いを。逆転優勝こそ俺たちの真骨頂。満員の後楽園ホールのファンよ、その俺たちの生き様を見てくれ。もっとくれ、もっとくれ、俺に対するケントコールを必ず期待に応えてみせる。さあいよいよ最後の戦いに向かいます。ゆっくりとした足取り、いつも以上にその感触を確かめて、ロープワーク、さらにはリングの感触、宮原健人の入場です。240パウンド、宮原健人。さていよいよです、おさむさん。
はい、非常にこの予想が難しくなりましたね。そうですね、まあ、ビジネスタッグもね、はい、初めどうなるかなと開幕戦でね、はい、バルクオーケストラに負けましたけども、はい、その後順調に来たんですが、はい、最後2連敗なんですよね。そうですね、はい、で対する中島大森も3連敗でしょ。そうなんですね、5連勝だと3連敗ですね。もう一気に行くかと思って全勝対決も制しましたしね、はい、斉藤ブラザーズのね、はい、その後なんと3連敗、その3連敗全て北斗がやられていると。ただね、はい、なぜ3連敗かって言ったら、はい、それは中島克彦が大森北斗とのタッグで戦おうとしたからです、はい、あ、そうですか。それまでは彼はパートナーいらないって言ったんですよ、はい、俺は一人で戦って優勝するんだって、はい、で実際もうほとんど大森北斗頼りにしなかった、はい、でもタッグとしての試合をした結果、はい、負けた。じゃあ悪いことではないんです。ということはこの試合のためを握ってた大森北斗。ああ、なるほどなるほど。さあ、そして大晦日の前哨戦となります。青コーナー中島和彦、そして赤コーナー宮原健人、健介オフィスの先輩後輩であります。さあ、中島三冠に続きタッグの勲章も得てしまうんでしょうか。中島克彦、宮原健人、まさかね、最強タッグの、ね、はい、最終戦で相まみえると2人ともね、思ってなかったでしょうね。7月にノアの、ね、はい、リングで一騎打ちをした時もまさかこういう、ね、い出会いがあるとは思ってなかったんですよ。そうですね、で再会の舞台ではまだこうでしょう、はい、全く待ってないけど、ね、ファンもそうですけども、いや本当プロレス界は何が起こるか分かりませんね、はい、予測不能という感じになります。さあ、どういったファーストコンタクトでしょうか。まあ、思えばね、2月21日のね、はい、武藤敬司の、ね、引退の東京ドームでね、はい、相まみえたわけですよね、この2人 ね、 そうでしたね、はい、さあ、手打ちの体勢探り合いとなっている中島そして宮原でやります。田本分かって10年ですよ ね、 ね、早いですよね。ノアを主戦場としておりました中島。そうです、ね、はい、中島克彦はノアを選び、はい、で宮原健人は全日本に進出。おーっと、強烈なローダー。まあ、そういった戦いの舞台も違うリングでそれぞれ築き上げてきたものがあるんです ね、 そうですね。その時にね、ノアでは中島克彦は GHC ヘビー級チャンピオンになって、はい、宮原健人は三冠王者として宮原時代を築いたわけですよね、そうですね、はい、そのベルトを一発で取ったのが中島克彦。そうですね、ここに来て一気にかっさらってしまったというね、はい、で大晦日でそれをかけて戦うわけですよね。で、長野さん、ちょうど我々のですね、はい、放送席の脇に中島克彦が来て後楽園ホール、はい、あら、びっくりしましたね。そうですね、青柳と宮原の三冠戦の時ですね。そうですね、はい、あの時の中島克彦は、はい、宮原健太を勝つと思って、はい、祝福の花束を持ってきたのに、なんだそのざまはというね、はい、そうでしたよね、はい、非常に緊張感のある戦い、あえて熊塚、中島克彦、お前行ってこいと送り出します。さあ、大森北斗、昨日の夜ね、はい、中島克彦と大森北斗は、はい、公園で特訓してたんですよね、お互いの組み合って。そうですか。中島が稽古つけてましたよ、はい、大森は。ああ、そうですか。そこまで来たんですよ、この2人は。流れが変わるもんなんですね。だから結果を出さなきゃいけないですよ。そうですね、はい、ただ青柳もそうはいきませんからね。まあ、青柳もですね、そうか、相手が北斗かならばいけるぞと言っていたのが大阪のですね、控室です、はい、まあ、わざと言ったんでしょうけど、あと深夜でね、はい、あの公園で特訓している変態コンビを倒してましたから、ね、あ、なるほどね、まあ、青柳らしいといえばね、青柳らしいアームドラッグでやります。さあ、この2人は三冠を戦いましたからね、はい、ね、ベルトをかけてね、はい、初防衛戦でしたかね。でも今の大物のアームドラッグもね、はい、あの全本流のアームドラッグですよね。そうですね、はい、あ、ここはまだまだいけと、まだまだいけと、頼るな、行ってこいと送り出していきます。はじめは一人で戦うと言っていました中島、今は二人で戦うようになった。カニバサミ、そして横から宮原、これがね、やっぱり人気のあるビジネスタッグですよ。行きましたね、行きました、そのまま行きますよ、
さあ、おお、そのヘッドバット。これまでにまで好調な宮原。まだまだ3連発。中に入れ込んでいきます。おお、いや、エプロンだ。エプロンでの攻防なんだ。中島しか見えていないのか、宮原。おお。あえて打っていきました。宮原ケット。仕掛けましたね、宮原。そうですね。実際のリング上のコンタクトは静かでしたけどね。はい、さあ、でもこれでもうビジネスタグのペースですよ。そうですね。場外戦となれば独壇場であります。さあ、押し込んでいく。とにかくそのビジネスタッグは勝つしかないんですよね、優勝するためには、ね、はい、あの逆にすると中島君は負けなければ OK でしょ。そう、あの引き分け、時間で引き分けても優勝ですよ、ですよね、はい、1点取れば優勝ですから。そうですよね、はい、ただ両者リングアウトになるととんでもないことになるよ、はい、あのトーナメントになっちゃいます。そうですね、はい、東のプレートにぶつけていきます。荒々しいファイト。こちらはコンビネーションもやはり長けているのか。まあね、はい、この大森と宮原もいろいろ因縁ありましたからね。あ、そうですよね。だ今思うと、はい、若手の時に全然面倒を見てくれなかった宮原より、はい、あの深夜の特訓をしてくれる、はい、中島克彦の方が信頼できるんじゃないですか、大森と。なるほどね、複雑な人間関係がありますね。髪の毛をむんと掴んでおります。さあ、ビジネスタッグは勝つしかないわけであります。逆転優勝なるか。まあ、ビジネスタッグは勝てばこの3度目の V ですよね。そうですね、はい。さあ、ネックブリーカードアップ。コンビネーションは上、ビジネスタッグでやります。でね、はい、宮原勝てばね、はい、あの個人としては三沢以来の、ね、個人4連覇ということになりますからね、はい、で5度目の V は小橋と並びますから。そうですね、はい、これも一つの金字塔ということになるわけであります。さあ送った、ここはどうだ。さあ連携を駆使しています。必ず入れてきますね、大沢さん。今日の宮原は常に中島克彦を見てますよ。そうですね、はい、一息入れて一発入れてと戦いの舞台に戻っていくというこの宮原健人であります。それを受けた中島克彦、今どんな心境なのか。さあ、大森と宮原でやり合っているリング上であります。とにかく北斗は勝つしかないんです、結果を見せるしかないんです。まあ、言い換えるとそれだけ宮原の中に大森北斗は目に入ってないってことですね。そうですよね、これは大森北斗にとっては必然的なことですよ、はい、そして中島克彦を、ね、振り向かせるためにも勝つしかないんですよね。ですから、まあ、おーっと分断してますよ。まあ、極端なことを言えば大森北斗が勝つしかないってことでしょ。そうですね、この青コーナーサイドで、ね、はい、赤コーナーサイドはとにかく勝つ、勝利という二文しかないわけであります。まあまあ、青コーナーとにかく大森北斗が負けないということですよね。そうですね、はい、ペースは今のところビジネスタック。激しい戦いのようではありました。足を払っていく。さあ、画面押しなのか。いや、画面押しじゃないですよ。シャッターチャンスですよ。そうですね、中島克彦のシャッターチャンスですね。今、後ろを振り向いて中島克彦に対して挑発するする、そんなポーズを見せた。でも、あんまりうまくないですね。確かにそうですね。いや、わざとやってますかね。あ、おちょくっているんでしょうか、なんだあれはという、そんな心境なのかもしれません。これをかいくぐって大森北斗であります。もっと来いよと、もっと来いよと。小沢さん、この2人は同級生でしたっけ。そう、年齢的にはね、年齢的にはね、はい、さあ、パイルドライバーの体勢、パイルドライバー、これはいい角度でありました。そしてしっかりと睨みをかかしている宮原。ビジネスタックのセコンドには敦貴もいる、早田もいる。いいペースで試合が進んでいる。見ていると言わんばかりだ。おっと、バーティカルスパイクに行くのか。何か見せつけているかのような、挑発しているんだ。一旦離れる。これをかます。エルボー、エルボーの
逆にそうはさせたくない。ビジネスタックです。さあどうだ、大森北斗、ここはスイッチをしたいところ。ユーマよこせと手を差し伸べている、差し出している宮原健人。さあさあ北斗も、さあ行った、先に入っていたのはお返しの強烈なエルボーでしたね。中島です、中島のエルボー強烈、場外にダウン。さあビッグネット、ああこれが本当のシャッターチャンスですよ。チャンス、お前意欲もしてくれたじゃねえか、これが本気本当だと。ウリーグウリーグ、中島のどうだどうだと分かったかよ。いおおおおおお、さあこの二人の攻防もう待ってられない、大晦日まで待てない、シャッターチャンスもう一度引きたいと。俺はチャンピオンなんだぜと、全日本元真ん中にいるんだぜと、分かってんか宮原くんよ、俺がチャンピオンの中島和彦だ。後ろから今度が青柳が行く、行くぞ行くぞと声を荒げている。さあ右だ、一人でこの奮闘するのか、そういう打ったわけにはいかないと、俺たちが3度目の V になるんだと鉢合わせ。どう強烈、メダル強烈、エース空手。いやーこの蹴り技はやはり浅間さん強烈ですね。いやー切れ味ありますね。さあ10分経過だ、勝った方が優勝。これをかわすメダル強烈なメダル。さあ打ってこい、おーかわしたメダル、左に中島送り出して、おお、ああ、打つだ、さて、今度は宮原が中に入ってくる、宮原が、俺の時間だと言わんばかり、左にした、そして角度を変えて、横から、これが健太だ、宮原健太だ。中島さんに分かってるかいと、ここは全日本のリングなんだと、三冠戦まで待てませんよと言わんばかりだ。まずはここで一つ勲章をあなたから得るんだ、まあ、宮原は中島から取りたいと言ってますもんね。そうですね、だから優勝プラス三冠戦に向かってのね、はい、まあ、あのそれこそ一騎打ちで負けてますからね。そうですよね、はい、さあこれをかました、あ背中越しのミドルキックは強烈、今度は表から左ミドル残しにかかります。中島和彦、中島右左前から後ろから鋭い蹴りのオンパレード状態、いやーっとかました、ブラックアウト、これ強烈、岡野さん負けてませんね。そうですね、蹴られっぱなしではいられないですよね。そうですね、で実はタッグのリングアウト勝ちですけど、はい、宮原の初勝利って中島ですからね、相手は。ああそうでしたか、そうですよ、はい、そういった歴史もある中で2人の攻防が続く、ここプロレスの伝統は後楽園ホール、世界最強タッグ決定リーグ戦最終公式戦、勝った方が優勝。さあクラッチできるか、クラッチできれば、さあ行くぞ、しかし振りほどいた、これをかましてジャーマン投げっぱなしは中島、さあ行くか、ああ逆にブレンバスター、スイートブラック化式の宮原健人であります。もうなんかほとんどシンクロマッチになってきました、本当ですね、もう相手しか見えていません。中島も宮原も、さあここだ、大森も、はい、青柳もいますね、はい、2人とも手を伸ばしてます、はい、スタッフのね、くしくもコーナーに控えている2人は青のショートタイツ、共に手を差し伸べている。さあ行ってこいと共に送り出した、さあエルボーの打ち合いとなっている、
どちらが勝るのか。負けられない戦い。勝ったのは北斗。北斗のエルボー勝る。帰ってくるところ、コンプリートショット、引き込んでいきます。大森北斗フォール。これはどうだ。さあ、ここからストロックに入っていくぞ。これで腕を取っていけば、そうですね、ガッツストロックになりますよね、はい。しかしタッグマッチです。なかなかギブアップが難しいかもしれない。おっと、さあ腕を来ますね。さて絞り上げた、はい、絞り上げた、絞り上げた。セコンド陣営が手拍子、足拍子、頑張れと促している。大森北斗は絞り上げていく。青柳優馬は足でロープを探ろうとしている。足首が出ました。ローププレスであります。さあ、浅田さん、今のね、ダルシストロックなかなかいい角度で入っていったんですけれどもね、次何を出すかですよね。さあ、バックを取っている。バックを取った。一発を送り出した。もう視点は30分の一本勝負。ダラッキック、ダラッキック。おお、あ、そしてもう一度宮原は中島に対しまして蹴り。こういったシーンが今回は非常に多い。さて、ニュートラルコーナー、対角線を使い始めたビジネスタックです。強烈な膝、鈍い音がする。最上段に上がって、さあボディアタックを見せる。フライングボディアタック。これはどうだ。カウントは2カウントです。いや、やっぱりね、はい、連携がスムーズですよね。スムーズですね。さすがはビジネスタックだ。そして放送席の目の前、宮原と中島がやり合っている。さあ、その間に決めてしまうのか。 ね、さあ、ここからロックスターか。いや、バックを取っている。振りほどいた、振りほどいた。エルボースマッシュ。どうだ、北斗が放り投げるか。セカンドロー、RKO だ。そうですね、RKO で合わせてましたね。中島入る。一進一退の攻防が続く。さあ、リング上は宮原、そして青柳、北斗と言います。今中島が打ちましたよね。そうですね、今日は本当ね、宮原が試合をね、こう、はい、あのビジネスタックの方はね、はい、あの回してるというか、そうですね、組み立ててますね。はい、あ、ここ国軍奮闘、俺がやらねば、そういった思いが際立っている。どうだ、おっと、そう、ここから、さあ、ここでゴリスペシャルから、おっ、さあ、これが連携、仕事納めですね。そうですね、そのままフォールの体勢に入って、どうだ。さあ、エンドゲームに入ってまいります。絞り上げていく。そして宮原が中島を止めている。位置はいいですよね。いいですね、位置はね、はい。さあ、ここからです。あとはステップを回することができるから、腕を固めて、腕を固めて、上位戦の激しさを増している。あっと、立ち上がりますよ。立ち上がりますね。しかしロックは緩めてはいない。もうボディを叩いて、ボディを叩いて、上体くるりと丸め込んで正面。もう一度行きます。ステップを出しましたね。さあ、これで完全に決まってまいりました。危ない、北斗が落ちる、北斗が落ちる。中島救援すると、今度は宮原です。標的を中島にしました。ね、とりあえず中島にダメージを与えて動けなくしようというところですかね。なるほど。ビッグボース激しい。呼び込んだ。エルボーです。さあ、ここはどうする。ああ、ちょっと厳しい。またボールだ。ミサイルキックだ。あ、何か狙ってますよ。ドラッグキック、ちょっと浅かった。さて、今度は中島だ。おっと、さあ、ジャーマン投げっぱなし。そして待っている中島も、中島が蹴り。さあ、しっかりと抑え込んだ、しっかりと抑え込んだ。決めた。右のエルボー振り抜いて、そしてボールの体勢。これがどうだ。
切れてないですよね。今中島が飛び出しましたね。さあ、ユーマコールが起きている。場外では2人の攻防が続く。リング上。さあ、ここで、おっと上げれば武装武装決まりましたか、コールに。コールに行けないんだ。行けるか、コールは肩指。ああ、すぐに行けませんでしたね。そうですね。さあ、ここはどうだ、終わった。バックからスパイク。出してきました、出してきました。次逆しっかりしろよと。行けと、行けと任せましたよ、中島カチットが。もう一発、そう、ローリングタイムを北原攻撃で出て、無視してたのに。そうですね、はい、最後はお前に託すぞ、そういった感じでありました。あ、これで長野さん、はい、中島は3冠を取り、はい、最強タッグを取りましたね。そうですね。いやー、初の金字塔をこの2ヶ月の間で取ってしまったということになります。そうですね、11月12月で取ってしまったということですよね。優勝は中島克彦、大森北斗組。大森北斗両選手にテック株式会社代表取締役社長長森貴様より優勝トロフィーの贈呈です。小澤さん、中島は2度でしたか、若い時に出場しましたけれども、はい、こういった形でまたその北斗を従えて三冠王者になって、そうですね、この大トロフィーを抱くってのはすごいことじゃありませんか。いや、まあそうですよね、まあでも本当にね、中島克彦が、はい、あのかつて全日本にいたのは16歳から20歳までですから ね、今35歳ですから、もう本当に一流レスラーになってね、はい、またこのリングにね戻ってきた、はい、殴り込んできたんですかね、三冠も一発、はい、そしてまた新たな中島克彦になって、はい、あえて一発と言っていいかもしれないぐらいの。そうですね、もうかつてのカッチャンではないですからね。そうですね、はい、そして三冠のベルトを再び手にしました中島克彦であります。大森北斗、よくやったな。この
強タッグ、このシリーズを通して思ったことがある。全日本プロレスの若手はどの団体よりも素晴らしい。ただ俺は外敵だ。現三冠王者、この闘魂スタイルの中島勝彦に噛みついて首をかっきってみろ。北斗、お前もだ。おい、北斗、今日はよくやったよ。最強のチャレンジャーになって、このベルトに位置まで来れるなら来てみろ。